ミュウツーチャンネルのミュウツーですと。今あのサウナ水風呂、クソほど堪能してきましたね。なんか体の調子良かって合計サウナ30分入りましたね。90度ぐらいだったから100度じゃないからあれですけど、あと水がねやっぱここいいね、キンキンに冷えてやがる本当。まあそれはさておき、ちょっとお金下ろしてくるのって今から、居酒屋もやってないよね、もう1時過ぎてるからな、まあ、とりあえずお金下ろしに行くんですけど、腹減った、最悪そこの中尾でいいけど、まあ本題に戻りますけど、本題にしますけど、懲役太郎さんから知った話でありますが、まあ、今回のホームレス、障害を持っているホームレスの方がいじめられてるっていうことで、懲役太郎さんとか、いろんな方々が、支援活動、ホームレスの方々に支援活動されているという中で、突発的に名古屋まで来まして、北海道さ先ほど配ってたんですけど、僕も一人で、明日というか、今日というか昼間にまた活動再開したいかなと思ってます。でその中で懲役太郎さん、耳に入ってるか分かんないんですけど、足利市在住のユーチューバーで、障害者を差別してる人がいます、はい、バッチバチに差別してます、特に一番ひどいのが、あれ何なんだろう、くも膜下出血かなんかだったのかな、左半身麻痺して、もう腕も足もまともに動かない人を晒し上げてディスりまくってます。そんな人がいます。ナイトってやつなんですけど、知ってますかね。なんか今回のホームレスの件もあんまやる気ないっていう、一人だけ足並みを揃える気がないっていう、はい、挙句の果てに僕が先日家でパソコン配信でそのホームレスをいじめてる人のことを取り上げて、ちょっとかなり僕もムカついてそういう配信してたんですけど、許せねえよと思って、なんかその配信のことをネタ切れ、ミュウツはネタ切れだからっておっしゃってたそうなんです。どう思われますか、懲役太郎さん。なんか懲役太郎さん、僕の名前出していただいてとても光栄でありがたいんですけど、ナイトの名前も出されてますよね。ちょっと一緒くたにされるのは正直、彼と一緒くたにされるのはちょっと嫌です。はい、どう思われますか。はっきり言ってカンタとナイトは同レベルだと思ってます。例のカンタとナイトは同じ人種、同じレベルの人間だと思ってます。そう思いませんか。どう思われますかね。僕はそう思ってます。とりあえずちょっと体冷えちゃうんで、今からちょっとコンビニ入って金下ろしてきますわ。下ろしてきましたかね。中尾しかないんかな、居酒屋ないかな、もうやってないか、とりあえず僕はそう思ってます。はい、僕は頭悪いんで、こういうことぐらいしかできないですけど、金もないんで、金もお金も、金とお金一緒だわ、もう頭悪いね。頭も悪いし金もないんで、こんなことぐらいしかできないんですけど、
まあ、ちなみにナイトって人は今もなんか人の個人情報をめくったとか、人の顔面晒してバカにしたりとか、そう、人の容姿とかを平気でディスる人ですよ今も。差別主義者ですね。差別主義者。もう40なるんか ならんかぐらいの年ですけど、39やら40ぐらいの、あの差別主義者は、カンタと同じぐらい叩かれて仕方ないと思うし、差別主義者として拡散されるべきだと思います。まあ、そもそも YouTube の利用規約、まあ、コミュニティガイドラインポリシー違反なんですけどね、差別してる時点で。はい、僕の障害者手帳も何度も晒してて、最低でも3回は晒したのかな。はい、で普通に通報したら、アカウントじゃねえ、間違えた、アーカイブ3つとも削除されたんですけど、それでナイトさんバンにはならなかったみたいですけど、収益規制食らって、本赤の方ですね、ナイトファーストっていう一つ目のアカウント、チャンネルか、収益規制食らって、まあ、3週間規制、収益規制なんかも1ヶ月2ヶ月なんか3ヶ月なんか知りませんけど、でセカンドチャンネル、サードチャンネルに、ね、人を誘導して相変わらず同じことを繰り返します。つまりバンとか規制食らっても、収益規制食らっても治す気ないし、 治らないです、あれ病気です。僕はそんな人と、まあ、そもそも向こうが足踏みを揃えてないんですけど、やる気ないんですけど、名古屋のホームレス問題なんかクソどうでもいいみたいなんですけど、まあ、そういう態度を取ってられるって、そういう発言もされてるんで、僕はそんな人とちょっと足並み揃えるのは難しいかなと思ってます。あと壁パパさんの件もそうですね。壁パパさんが身分証明書みたいの、社員証みたいの、まあ万年ババアにツイッターで晒されても仕事、油脂解雇という形で仕事を辞めざるを得なくなったという話、大関さんのヤードで話した直後に、ナイトさんこともあろうか急に空気も読まず、壁パパとつまちっていう配信してたんですよ、タイトル。壁パパさんも頭が悪い人ではないので、あ、これ自分のこと利用してるなって、足元救われるなってすぐ気づいたらしくて、でしかも障害者をディスってるわけじゃないですか、ナイトさんって。壁パパさんはもうナイトさん無理らしいです。はい、そんな感じですね。あ、これもうやってないんかな、居酒屋見つけたけど閉まったかな。やってるのかこれ。あ、やってるな。ちょっと聞いてみようかな。あれ、すいません、まだやってますか。な、何時まで。全然大丈夫ですか。あ、5時まで。あ、5時、あ、じゃあ全然、あ、じゃあお邪魔します。居酒屋見つかった。朝日スーパードライの生中と緑茶杯のメガチョッキ頼んだらえらいことになっちゃいましたね。1リットルってこんなに多いのやばくない。どうなってるの。投資やばいな。やったかやったかね。やばいね。これなんで割れたの。自分いなかったんでわかんないですけど、はい、来たらこうなってました。誰か割ったってことですか。わかんないですね。ああ。聞いてみないとわかんないですけど。
あ、わかりました。はい、すいません。なんだそりゃ、うん、絶対誰か割ったでしょ酔っ払いか知らんけど、勝ち込みか勝ち込みなのか。よかった、でもやってる居酒屋って、まあ一つぐらいあると思ったんだよね。5時ぐらいまでやってる居酒屋、まあチェーン店だったけどね、うん、よかったよかった。全然名古屋名物じゃないけどね。あー気持ちよかった。戻ったら一瞬だけ一風呂浴びてすぐ上がって寝ようかな、うん、ちょっとでも堪能する。だいぶ話それましたけど、っていうか懲役太郎さんの名前使っといて飯食ってんじゃねえって話なんですけど気持ちよかった。いや風呂上がりサウナ水風呂からの酒飯はたまらんな、とろけそうだ。でまあいい感じに、まあ、寒いというか涼しいというか、いい感じにポカポカしてる状態で、これ気持ちいい。すぐそこだし、もう交差点挟んですぐそこだし、じゃあてなわけで、ちょっとなんか無駄にグダグダ長々した動画になっちゃいましたけど、はい、名古屋モード学園言いたかっただけなんかモード学園って言いたくならん。いまだにモード学園って何か知らんのやけどね、昔から CM あるけど、うん、まあ、とりあえず話最後戻して締めますけど、僕は障害者を差別するような人と一緒に絡みたくないです。はい、そう思ってます。まあ、ミューズチャンネル、ミューズでした。チャンネル登録、高評価、通知のすべて、ミューズサブチャンネル、まあ、あります。あとはなんだ、ツイッター、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。ではでは、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、ゴシゴシ。